朝の信仰特本、心澄ます共和集。陽気暮らしには流れがある。ある時、こんなやり取りを耳にしました。さっきおまんじゅうを2ついただいたの、お一ついかがですか。一人がこう言ってもう一人に差し出しました。ところが勧められた方はそっけなく、いらないよとただ一言。その場はたちまち険悪なムードになってしまいました。これと似たような状況を皆さんも目の当たりにしたことはありませんか。陽気暮らしには流れがあります。この場合、最初の人からのおまんじゅういかがですかという流れがありました。それを勧められた人は、いらないよというたった一言で断ち切って、陽気と逆の流れにしてしまいました。たとえ断るにしても、ありがとう、でも今日は体の調子が悪いから結構ですとか、おまんじゅうは大好きだけれど心定めとして今甘いものを断っているのなどと理由を一言添えるだけで、陽気暮らしの流れは生きるのです。川はたくさんの支流が本流に流れ込み、水量を増やして川幅を広げていきます。同じように陽気暮らしの流れも、一つ一つを大切につないでいけば、陽気な雰囲気はどんどん広がっていきます。そのためにはどういう会話をすればいいか、どんな応対をしたらいいかと考えることが大切なのです。特に夫婦や親子、家族といった近しい間柄ほど甘えが出てしまうものです。肩を揉んであげようかと言われても、つい別にいいよとそっけなく答えてしまったりする。相手の行為をろくに感謝もせず、不愛想な返事ばかりしていると、陽気どころか陰気な家庭になってしまいます。高速道路を車が逆走したというニュースが時々流れます。インターチェンジやサービスエリアの出口で進行方向をうっかり間違えて、そのまま本線に入ってしまうのだそうです。スピードを上げて走っているところに真正面から車が来たら、命に関わる大事故になります。同じような間違った心遣いを、私たちは知らず知らずのうちにしていることがあります。そう心得て、普段から慎重に言葉を返したいものです。私は陽気暮らしの流れを生かした受け取り方ができているだろうか。自分の心にそう問いかけながら、日々お通りいただきたいと思います。